領の中で大谷は安打製造機に史上最強との呼び声があるロサンゼルスドジャースの1番から3番打者が開幕から24試合を終えた時点で全評判通りの活躍を見せている。ホームランを打った大谷、左を迎えるフリーマン、中央とベッツ、右ホドバイ日韓、アフロリードオフマンのムーキーベッツは打率355、ナショナルリーグ2位、6塁打、リーグ2位、対オプス 1.103、リーグ2位と打撃は絶好調。出塁率469と得点24がリーグ1位で、先頭打者としての役割を十二分にこなしている。2番打者の大谷翔平も、塁打こそ後、リーグ9位タイと物足りなさを感じるが、打率368と安打数35がリーグトップで、安打製造機としての新たな姿を見せている。ヒットメジャーリーガーの安打製造機といえば、前人未到の10年連続200安打を達成したイチローの代名詞だが、大谷はイチローとは異なったタイプの安打製造機としてヒットを量産している。イチローの安打の多くがシングルヒットだったのに対して、大谷はおよそ半分が長打、二塁打11は堂々のリーグトップで、長打率663もリーグ3位だ。強打者の指標であるオプス 1.094 もベッツに次ぐリーグ3位にランクしている。ベッツはショートという新しい守備位置にチャレンジをしており、大谷も新しいチームに移籍してきたばかり。新たな環境でもすぐに結果を出しているのはもののスーパースターならではと言える。3番打者のフレディ・フリーマンは、スランプとデーブ・ロバーツ監督が指摘するように、ここまで期待に応えているとは言い難い。それでも打率は、287と3割到達が目前で、出塁率406は4割を超えた。他の選手であれば、スランプではなく、好調との評価を与えられるような数字を残している。何よりも大谷のプロテクションとしての存在感は非常に大きく、相手投手は昨季までのように大谷との勝負を避けることができない。どの打線に入るかによって配球は変わってくると、大谷が語ったように、エンゼルス時代とは相手投手の攻め方が変わり、ストライクゾーンへの球が増えたことで打率が上がり、三振が減っている。元巨人のマイコラスもお手上げ。4月19日、日時間20日のニューヨークメッツ戦では、初回に、ベッツ、大谷、フリーマンの MVP トリオが三者凡退に倒れたが、開幕から22試合目にして、初めての初回三者凡退だった。イニング別のチーム成績を見てみると、ベッツ、大谷、フリーマンの3人全員が必ず打席に立つ初回は、打率327、出塁率410で全イニング中1位の数字を残している。ロバーツ監督は、3人は球界最高の打者だ、そんな3人を打線の上位に並べられるのだから幸運だと笑みを浮かべる。3月28日、日時間29日にドジャースタジアムで行われた4度コロチ開幕戦で、ドジャースを相手に先発したセントルイスカージナルスのマイルズ・マイコラスは、あの3人はリーグ最高の打者。その3人は続けて打席に立つんだから、と MVP トリオと対戦する苦労を口にした。2015年から17年までの3年間を読売ジャイアンツでプレーし、メジャー復帰元年となった2018年に最多勝ちと最優秀勝率のタイトルを手にしたマイコラスは、普通の1、2、3番打者ではない。彼らはいい打者で、自制心も備えている。それと桁外れのパワーもねと付け加えた。マイコラスが試合後に、彼らの強力なスイングは
シングルのものではない。二塁打やホームランを打つスイングだと振り返ったように、3人を相手に6打数5安打2四球1二塁打2塁打と打たれまくった。 MVP トリオ以外の打者に対しては13打数2安打単打に無四球5奪三振と抑えただけに、 MVP トリオの凄さが際立った試合となった。他の打者は沈黙気味。そんな強力トリオを上位打線に揃えながらも、ドジャースは24試合を終えた時点で13勝11敗と圧倒的な強さを示せずにいる。4月20日、日時間21日のメッツ戦では、MVP トリオが12度も出塁しながら、それ以外の打者が24打数2安打と沈黙して試合を落とした。そんなチーム状況に対して、大谷は投打がちょっと噛み合っていないかなというのはあるが、全試合近い点差で粘っていると思うし、みんな必死にやっているので切り替えていくしかないと前を向く。思うように勝ち星を伸ばせないが、まだパニックボタンを押すには早すぎる。シーズン100勝を記録した昨季もシーズン最初の24試合は今季と全く同じ13勝11敗だったが、そこから白星を積み重ねていった。162試合を戦うメジャーのレギュラーシーズンはスプリントではなくマラソンレース。MVP 受賞経験者が3人続く強力打線を誇るドジャースは、今季もここから調子を上げていくはずだ。ドジャースが大谷に約1000億円の投資をしたのは、ワールドシリーズで世界一を奪回するため。そのためにこの長いレギュラーシーズンで活躍を続けながら、10月にピークを持っていく。ワールドシリーズを制覇できなければ、名実ともに史上最強トリオの称号は得られない。